ザオ茶ってまだ飲んだことがないぞ。きっとすっごい豪華なんだろうな。お腹の虫が知らせてくれたぞ。早速ガミに会いに行こうぜ。なんだ、ずいぶん早いな。まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。さ、座ってくれ。うん、お前は座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。お、ありがとな。おいおい、パイモン、それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は茶器をすすぐためのもんなんだ。うえ、そんなルールがあるのか。うわ、うまそうなもんがこんなにたくさん。まだ朝ごはんだっていうのに。これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。そういうことなら安心だぜ。じゃあオイラも全力でたくさんお腹の中に詰め込んでやるぞ。好きなだけ食べてくれ。足りなかったらもっと頼むからな。お、あと豚水もあるぞ。普段朝は食べないんだけど、せっかく二人がいるから一通り頼んどいた。お前は味はどうだ。もう少し海鮮粥をよそうか。オイラはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。エビは多めでな。よろしく。お腹いっぱいになったから、頭もよく回ってきたぞ。聞いてくれ、オイラの推理を。ガミンはオイラたちをこんないい店に招待して、高いものをいっぱいご馳走してくれた。たった3人しかいないのに、大きなテーブルの上がぎゅうぎゅうになるまで頼んでる。つまり、こいつは隠れた大富豪の坊ちゃんなんだ。そう考えれば説明がつくだろ。こいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。まるで行く秋みたいだな。おい、行く秋のことを知ってんのか。本当に知り合いが多いんだな。荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で判断する必要があるけどな。嘘か本当かは。で、最終的には自分で確かめに行く。まあ、これが一番重要でもある。ほんと、何でもできちゃうんだな、ガミンの坊ちゃんは。そう茶化すなって。それに誤解してるぜ、俺んちの状況を。こんなに理論立てて推理したのに。俺の親父はごく普通の商人だ。茶葉に関する商売をやってる。飛雲商会とは比べ物にならないさ。親父は俺に家業を継がせて商売でモラを稼げるようになってほしいってずっと思ってんだ。でも俺はそういうタイプじゃないし、そういった道も歩みたくない。お父さんとちゃんと話してないのか。自分の趣味とか好きなこと、あと仕事のこととか。もちろん話したさ。重部劇がやりたいってな。俺の重部劇をテイワットの全ての人に見てほしいって。でも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。そんな。多分時間が経てば
現実を理解するって親父は思ってるんだ。けど俺はずっと重武劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきた。ある日、親父が俺の人脈を作ろうと他の茶商んとこに連れて行こうとしたことがある。ただ俺は断ったんだ。それで大喧嘩になってな、あとちょっとで手が出るとこだった。で家出したんだ。頭に血が上って、それっきり一度も帰ってない。早合点しないでくれよ。俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいない。いや、こういうやり方は良くないか。でも親父もすごく頑固でな、俺がいくら真剣に説得しても親父からするとただ調子のいいことを並べてるだけみたいなんだ。考えを変えようとしてくれない。それ以上話しても無駄だと俺は思った。だからまずはリーユエコーで自分を鍛えて結果を見せようと考えたんだ。ゴミ。でも現状二人も知ってるように重武劇はリーユエコーであんまり人気がない。前に一軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけど、ほとんどがトローに終わったよ。それに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろ。だから表紙の仕事に就いたんだ。今じゃ十分な稼ぎになってる。自分を養えるほどな。変化を求めるには時間が必要だ。ゆっくりと進んでいくしかないのさ。そっか、その気持ちわかるぞ。ま、もうやめにしよう。この話はお茶も冷めちまいそうだ。さて、午後は何か面白いことでもしないか。俺が準備するからよ。あ、ごめん、オイラたちこの後予定があるんだ。カウンの手作りタコ教室に参加するって約束してて。え？あれ、ガミもタコ作りに興味があるのか？いや、カウンおばちゃんとは知り合いなんだ。なんだか親しみやすさと人情味が出てきたな。仙人だってのは知ってるぜ。前に護送中に会ってな。でも最近この町に越してきて名前を変えたよな。たまに自分の正体をうっかりバラしてるけど、そういえばこないだ俺んとこに来て蛍光染料について聞いてきたな。待った、まさかタコに使うつもりなのか、あの蛍光染料。何かまずいのか。ああ、タコの素材紙に使うのと布に使うのとではわけが違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。あいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。よし、じゃあ一緒に行こうぜ。人は多い方が賑やかでいいしな。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。ふん、失礼。待って、神格ネーネ、そこは。見ろ、聞いたぞ。目を覚ました。タウ
夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか？寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか。カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば毎日10時ちょうどに退勤できる。そういうわけには。おや、すみません、私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが、こちらの方は。俺のことか。俺はガミン、表局の表紙だ。ガミンさん、その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。ちょっと照れるな。私はカウ、こちらは新閣で、この子がヨーヨです。お、よろしくな。会えて嬉しいぜ。そういえばみんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか。タコの作り方を学ぶんだよな。我はそうだ。タコ作りもタコ揚げもどちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら我は学びたい。ヨーヨも、お友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに自分で作ったタコの方が思い出になるでしょ。お前のお友達は来ないのか。ナナはね、ここ数日白先生と一緒に忙しくしてるみたい。だから最終日に会いに行ってびっくりさせようと思ってるの。あ、そうそう、今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。竹串をいじってると指を切りやすいからね。備えあれば憂いなしだよ。お、気が利くんだな。私はその皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、解凍祭当日に皆さんと一緒に町の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ龍雲神君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。はあ、ですから龍雲神君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。で、こんなに話してるのに当のカウンはどこにいるんだ。まったく、こらえ性がない声でわらわを呼ぶのは誰だ。おいらだ。おて聞いてたのかよ。師匠は途中で近魚焼きをたくさん買ってたんだ。みんなで分けて食べよう。まだ暖かいよ。ごめんなさい、船長のお姉さん。お前って一番賢くて一番すごい、誰よりも綺麗な仙人だぞ。オイラの分もあるよな。うむ、こうしてみると生徒の人数がそこそこおるな。班分けをしよう。みな各自で相方を見つけてくれ。材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから必要に応じて取るといい。
タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。何か質問のあるものは？おいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞ。いつも頼りになるぜ。ありがとな、旅人。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もないし、まずは他の人の状況を見てみようぜ。